皆さんこんにちは、ラピスタ新橋です。今日はですね、8月11日、令和4年8月11日セブン G1 オールスター競輪3日目の日にですね、ラピスタ新橋で行われる抽選会でラピスタ新橋でしか当たらない、そのグッズを今日はレビューしていきたいと思います。はい、こちらですね、こちらがラピスタ新橋のオリジナルのグッズの数々になっております。どうでしょう、なんか気になるものとかあります？なんかこんなにラピスタのものじゃこんなにいっぱいあるんですね。結構ありますよね。これからいきますか、うん、これまず正面にこれ映ってますかね。はいはい、ああマークが、はい、オリジナルマーク、ラピスタ新橋、ラピスタ新橋のオリジナルマークと横にはもうラピスタ新橋のね、ロゴが入ってまして、まあ、サイズはかなりこう、ここがマジックテープになっていまして、まあフリーに調節することができるようになっているので、あ、いいね、まあどなたでもご利用いただける、うん、帽子になっていると思います。色もね、シックでかっこいいですね。で、次はそうですね、こう傘、傘ね、これは折りたたみなんです。最近ちょっとね、雨が急に降ったりとかっていうのもありますからね。ちょっとあった方がいいです。はい、カバンの中にもあるしね。はい、ここもね、あのちゃんとこの、カバーのところにラピスタってもうロゴが入ってまして、で、持ち手のところにもなんとラピスタのマークが、これさっきの、はいはい、帽子としてですね。帽子についてたあのマークだ。はい、これね、自転車とオートバイがね、マークに入ってますよね。はい、はい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 、これもね、ちょっとさ、あの最近のね、天気ではちょっと必需品になってると思うの で、 そうです、ね、ぜひこれも当てていただきたいと思います、うん、まあ、折りたたみ傘なんで普通にですね、普通の傘ですね、バッグになってきますね。おお、はいはい、立派な、しっかり、うん、ちょっとマーク恥ずかしいなっていう方でもですね、あのその側のところにはね、特にこうマークとかが入ってるわけじゃないので、はい、全然十分に使えると思いますね。で、次がですね、じゃあカードケース、これはちょっと馴染みのある方もいらっしゃるかもしれませんね。ラピスタ新橋の会員証ケースになってまして、おお、これちょっと開けてみるとこんな感じで、まあ、カードをね、入れられる場所が、会員カード入れたりね、そうです、まあ、ちょっとこう定期入りみたいな感じですよね。そうですね、お越しいただくね、駅から近いんでね。で、ここ紐を通していただければ、というか首からも下げられます、うん、あ、なくさないようにね、うん、あ、そういうふうに見えた、そのままの知らなかったな。ここにもラピスタのロゴマークが入ってますので、もうラピスタといえばこのマーク、もうこれつけてくれればですね、あ、ラピスタ、この人ラピスタ新橋好きなんだなと、うん、あ、うちのスタッフはみんな思って、対応します、うん、ぜひこれも当てていただけたらと思います ね、 すね、ベテランさんだなって感じ、そうですね、そうですね、ベテランさんだなって感じしますね、うん、あ、これもぜひおすすめですね。で、これですね、なかなか見、ちょっとめったに見られる、これかなりレアものといいますか、僕も見たことない、数の限りあるんですけど、タオルですね、フェイスタオルぐらいの感じ、そうですね、これはもう、ちょっと長めな感じのタオルですね、まあ、ちょっと暑い季節になってくるんで、これもかなり今の季節にはもってこいのグッズだと思いますね。まあ、んなマークが入ってて、ちゃんとラピスタっていうのも入ってるの で、 です、ね、色合いも爽やかですね。本当ですよね、夏っぽい色でね、うん、すごくいいと思います。青と白で、はい、ぜひこちらもですね、当てていただきたいなと思います、うん。これがね、ラピスタの、ラピスタがご用意するラピスタのオリジナルグッズなんですけども、まあ、今回はですね、今回のこの抽選会ではですね、さらに激レアなグッズがございまして、どんな、はい、激レアの来た、これがですね、ガールズ競輪10周年記念のカーブケースですね。これは激レアです。なかなかちょっと場外発売上だと、まあもらえるところは少ないんじゃないかなというような激レアなこのカードケースも抽選会で当たる景品の中に入っております。ちょっとこう
プラスチック的な感じっていうんですかね、うんうん、まあ、雨の日とかでも水に濡れても大丈夫そうな感じの素材でできてます。カードはこう2枚ですかね、2枚とちょっとここに何か入れたりすることもできるような感じで、うん、まあ、かなりしっかりとした作りになってますね、うん、で、なんとこの、ね、ガールズはもちろん10周年とも入ってますし、10年経つんですね。はい、でちゃんとロゴが入ってまして、ロゴの中にはですね、まあ、こうそれぞれの選手の写真の感じがですね、ちょっと拡大しましょうか。本当だ。入ってます。ああ、いろんな選手が入ってますよ。これはちょっと近くできないですね。手に取っていただいて。ぜひぜひ ね、手に取っていただいて、うん、ガールズ競輪の、まあ、大谷10周年のこのタイミングでしか手に入らない、うん、そんな景品になっていると思いますので、うん、ぜひ8月11日来ていただければなと思います。これは素晴らしい、はい、はい、以上がね、景品の数々になっております。いかがだったでしょうか。ぜひですね、こういう商品欲しいなっていうものがねありましたらですね、ぜひ8月11日、ラピス新橋に来ていただきまして、激レアアイテムをゲットしてください。ゲットしました。ありがとうございました。バイバイ。はい。